調子の悪い朝は本を音読すると調子が良くなります。皆さんこんにちは、ハイロクです。今日はですね、もうすでに3月に入ってしまいましたが、滑り込みで、2月に買って良かったものをご紹介していきたいと思います。2月もですね、動画でお伝えした通り、でかいものだとジュークボックスとかですね、もう小さいものだとね、こんな小さい、キーホルダーとかね、いろんなものを買ってるんですけれども、その中でも厳選して特に良かった3つをこの動画ではご紹介したいと思います。それでは早速紹介していきましょう。ちょっとプラズマ乳酸菌飲んでから。さて、それでは1個目いきましょう。1個目はですね、こいつです。ドーン。これはなんだ、これは何でしょう。全くわからない。これは何でしょう。まずね、これ台座と本体です。で、本体はね、もうでかい巨大な LED 電球、なんか電球みたい。で、この電球をこの台座に乗せます。で、乗せ方も垂直に上向きにもできるし、斜め45度もできるし、水平っていうんですかね、このいい感じですね。このくらいの向きがいい感じ。こういう風にセットします。で、今は、電源が入ってない状態ですが、こちらに、コンセントを挿して電源を供給して使います。で、これはね、何かと言いますと、学研のワールドアイという球体モニターなんです。丸い球面のモニター、ここにね、映像がね、映っちゃうんです。で、もともとはですね、まあ認識としては動く地球儀っていうんですかね、子供たちの、まあ、地球とか宇宙とか生物とか教育のために使う丸いモニターなんですね。で、地球がこう自転していく様子を映したりとかですね、まあ、地球儀をこのまま動画で映しちゃおうというような商品です。で、ただですね、僕はそれに一つアイデアを思いつきまして、これに自分の好きな動画を映したらかっこいいんじゃないかと思ったんですね。で、Amazon で、探していたところ、定価が4万3000円なんですけれども、1万3000円ぐらいで売られていました。で、ボディカラーが黒と白あるんですけど、黒はね、3万超えだったんですけど、なぜか白は1万3000円まで値下がりしてたんで、これはチャンスだということで、2台買いました。で、今こちらは電源入ってない状態なんですが、後ろにもうすでに電源を入れてスタンバイしてある、ワールドアイがありますので、そちらをちょっと一回見てみましょう。再生スタート。はい、このようにですね、自分の好きな動画を USB メモリーに入れて差し込んで再生することができたり、あとですね、HDMI 端子もついてるんで、ビデオから入力してこのモニターに映すこともできるんです。これはね、本当に買ってよかった。例えば使い方としてはですね、インテリアとしてね、ここに地球が回転してる様子を映しておいてもかっこいいですし、さっきみたいにですね、自分の好きなアーティストの PV、ミュージックビデオを映してもかっこいいですし、はたまたね、商売によってはお店のサインに使ったりとか、あとは展示会とかのブースの客寄せに使っても面白いんじゃないかなと思っています。さあ、じゃあ続いて2個目。2個目はね、ちょっと大きいです。よいしょ、乗っかるかな？よいしょ。こちらはね、何かと言いますと、ドイツの工具メーカー、ボッシュの、コンテナボックスっていうんですかね。中に物を入れて運ぶためのボックスです。だからこう、ハンドルがついてまして、ハンドルを持ってこう上に持ち上げることができます。で、これね、僕的なヒットポイントとしてはドッキングシステムなんです。これ赤いの見えますかね。これをね、こう押すとガシャンとこう外れて分離できるんです。で、これで1個、これで1個、もちろん別々に使えます。もう一回これやってみましょうか。上に重ねてドッキングできる、ドッキングします。そうするともうこれで1個ってことが
ですね。でこれはですね、ボッシュと同じくドイツのブランドソルティムという車、車載に特化した棚を作ってるブランドの共同開発製品らしいです。でこれね、もうボッシュっぽいこの男らしい、工業的なデザインでですね、これはもういいなということで買いました。で僕はですね、何に使ってるかというと、例えばガジェットの整理とか、あと最近はこの YouTube 始めたんでカメラグッズですね、三脚とかですね、ライトなんかを入れるのに使っています。で普通の人だとね、これだとでかすぎると思うんですけれども、安心してください、ミニチュアサイズもあります。ダーン、これはですね、先ほど小さくした感じなんですけど、全く同じシステムです。これもドッキングシステムです。でこれもこの赤い、ボタンを押すとカシャンとこう外れます。でまたこうつけることもできる。でこのね、ボッシュのね、コーポレートカラーのね、青緑の感じにこの赤のボタンがね、いいんですよね。色のマッチングが最高です。でこのロゴもバッチリこうちょっと蛍光っぽいオレンジのような赤のような、でボッシュと入っています。でこれ、外しまして、中を見るとこういう感じで、仕切りが細かく分けてあるんですけど、これもね、仕切り取り外し可能です。こういう風に取り外しができます。こう取ることもできます。こうも取ります。こう取って、こう取って、全部取ることもできます。3部屋に分けることもできます。なんでですね、この辺もカスタム自由です。なんで例えば女性の方だったらメイクアップ道具入れたりとか、あと釣りが好きな方だったらルアーを入れたりね、あとカメラの細かい部品を入れたり文房具を入れたり、ちょっとでかい筆箱に使ってもかっこいいですよね。これちょっともう一回ドッキングさせましょう。こういう感じ、ドイツボッシュの、工具入れコンテナーケースですね。でこちらはですね、ホームセンター好きの聖地でもあるジョイフルホンダで見つけました。でこれそこがポイントでして、通常のおしゃれなね、インテリアショップとか雑貨店じゃなくて、ジョイフルホンダのようなですね、なるべく人が注目しない、そういう雑貨インテリアの目線で買う人がいない、場所で探してきます。そうするとですね、もう競争相手がいないわけですから、もうこれはオンリーワンの自分のものになります。これをそういうインテリア要素で使っている人っていうのはごくごく限られてきますので、まあそういうものの買い方が面白いっていうことになります。さあそれでは3つ目、最後になります。でこれはね、もう本当に欲しかった。もう10年越しで手に出ました。でこれはね、早速見ていきましょう。いやー、本当に欲しかったんでね、これは本当に嬉しいんです。2月買って良かったものベストワンですね。さあこういうものです。さあこれでお気づきの方はなかなかのデザイン2です。これはですね、公式資料によりますと、2007年に無印良品で販売されたジャスパー・モリソンの時計です。で、無印良品というのはですね、デザイン作者を伏せて販売しているので、なんでこれがジャスパー・モリソンがデザインしたか分かるかというとですね、これジャスパー・モリソンの本なんですけれども、そこにですね、無印の時計デザインしたよって書いてあるんですね。で、年号もね、ここ書いてあります。これ2007年ですねって書いてあります。でその当時ですね、まあもうちょっと経ってからかな、もうずっと欲しいって思ってたんですけど、ついつい買い逃してしまいまして、で最近まで至るんですけれども、もう買えることはないかなと半分諦めてました。でオークションなんかでも出るんですが、まあもう3万オーバーだったり、ちょっと法外な値段だったんで、これはもう手が出せないなと思って諦めてたんですが、なんと
ジャスパー・モリソンの自社本国のウェブサイトで販売されていることを見つけました。で、イギリスかな、イギリスからポンド計算で買いまして、で結構来るのに時間がかかったんですけども、ようやく先日到着しまして、で結局送料と商品代金とあと関税もかかりますんで、そうするとですね2万円近くにはなってしまったかなっていう感じです。ただもうこれはねずっと欲しかったんで、それが頭のどこかにずっとありましたんで、ようやく願いが叶って自分の手元に来ました。これね文字盤のデザインとかも本当に面白いんですよね。普通だとね3、6、9、12っていう数字で回っているんですが、これはね全然違う2、4、6、8、10ちょっとね普通の時計だとピックアップしない数字がデザインになっていて、で文字盤もすごいシンプルだし、ずっと欲しかったものです。これが、2月買ってよかったもの3つ目、おさらいしましょう。まず1個目、学研ワールドアイ、球体のモニター。2つ目、ボッシュのコンテナボックス。3つ目、ジャスパーモリソンデザインの無印のウォールクロック、壁掛け時計。以上3つがですね、ハイロックの2月に買ってよかったものです。ちょっとね3月に入ってからちょっと反則気味でやってしまいましたが、 YouTube 始めたてということで勘弁してください。この動画楽しんでくれた、参考になったよっていう方はですね、ぜひぜひ高評価いいねをしてください。それからチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それがエネルギーになっております。そしてですね、コメント欄の方にもねコメント残してください。その中からやっている企画もありますし、その意見がですね本当に励みになります。どしどし、コメントください。それではまた次の動画まで、さようなら。